はい。あのさ、お前この後なんか予定ある？だったらさ、俺と、その前に、お前って泳げんの？なんだ、得意なのかよ。別に、なんでもねえよ。待て、なんでそういうとんでもな方向に思考が飛ぶんだ、お前は。ああ、全然違う。大体それを言うのは男の方だろうが、普通。そうなんだよ。ったく、ただでさえお前といるとカッコつかないのに。今の言葉は拾うな。そうしてくれ。あとお前が溺れそうになったら俺がちゃんと助けるから。まあ、じゃあ海へ入るか。ほんと驚くほど反応が冷静だよな、お前って。まあいいか。ああ、そういやお前さっき泳ぎは得意とか言ってたけど、何が得意なんだよ。潜水？また変わったところ選んでくるな。いや、じゃあ潜水見せて。なんだよ。というわけで、ビーチバレーをしよう。はい、みんなで思い出作りたいです。しかし、先輩よくこんな人のいない穴場見つけましたね。まあね。どうでもいいけど、今のというわけでってどこからも接続されてねえな。どうでもいいなら、今さら突っ込まなくてもいいんじゃないの？はははっ！一発逆転だぜ！トガミ！おう！顔面ホームランだぜ！すでに始めてるね。しかも手加減なしだし。ねえよ、本当にへこんだら骨折れてるぞ。つか、よく見たらあれ俺のボールじゃねえか。何勝手に使ってんだよ。さて、それじゃあ俺たちも行こうか。おめえら遅かったな。そんなことより、なんで俺のボール勝手に使ってんだ。ボール？そこに転がってたから借りたんだぜ。おお、おめえ元気がいいじゃねえか。嫌いじゃねえぜ。わあ、ハムオの無言のボール、戸上先輩の顔面にクリーンヒットだね。羽村君の言葉に耳を傾けてる様子はないですけどね、戸上先輩。痛くないのかな。
てめえ。できるかよ、そんなこと。察しろよ、バカ。ほら、ボール。変わった掛け声だね。あ、僕のところ、誰にぶつければいいのかな。羽村くんがいいんじゃないかな。おい、てめえ、広瀬。ああ、当たった。もう今さらかもしれないけど、お前ら顔以外を狙おうな。本当に遅えよっ。ちょ、結局顔じゃん。なんかもうバトルロイヤル？いや、俺も誰かにぶつけよう。あ、僕も。人の話を聞いてないというよりも、聞いて流してるんだな、あいつら。何を今更なこと言うとるん。それ以前に突っ込むんやったら、そもそもこれはビーチバレーって言わんやろ。確かに、ぶつけてるだけだもんな。本当だな。楽しかった。僕も夢中になってたら時間が過ぎるのがあっという間でした。くそ、寄ってたかって俺ばっかり狙いやがって。あ、なんだおめえ、当てられたかったんじゃねえのか。なぜそうなる。狙いやすい場所にばっかりいたからね、君。あー、眠いわ。そうだな、そろそろ宿の方に行きますか。つってもすぐそこだけどな。それに、来るときはもう少し綺麗な場所かと思ってた。いや、問題は部屋の中だ。荷物だのなんだのって先生たちが運んでたから、お前は見てないかもしんねえけど、あれはやばい。部屋見たら驚くと思うよ。悪い意味でね。受付とか廊下との差がすごいっていうか。ああ、贅沢な奴らやな。寝床さえあればどうでもええやろ。お、ちぎら、えらい。美咲ちゃんに褒められても嬉しないわ。とりあえず中に入りませんか。ここで立ち話してるのもどうかと思いますし。おお、そうだな、そろそろ部屋の中に入るぜ。
ああ、そうだよね。お部屋を掃除すればピカピカになるし。なぜここまで来て掃除なんだ。というか先生、まさかとは思いますが、部屋、ここだけじゃありませんよね。そういうことじゃなくって、女の子は君一人なんだからってことじゃない？あ、安心しろ、3部屋取ってある。ちなみに美咲ちゃんが考えとんのはどんな部屋割りな？俺とこいつで1部屋、他の連中で2部屋、あとはお前らで好きなように決めろ。おい、なんだよその部屋割りは。美咲ちゃん、どういうことなの？何かやらかしたら容赦なく通報しますので。いいな先生。ほう、やっぱりついてきて正解やったな。どういう意味だよ。いや、お前らどいつもこいつもこいつと一緒の部屋になりたくてしゃあないんやな思て。ああ愉快やわ。あ、いや、そういうことじゃ。ほんとおめえらこいつのことになると団結しやがるな。というかお前ら考えてもみろ、色恋盛りの男子学生どもと教師であり大人の俺、どちらと一緒にいるべきか考えたら答えなんて明白だろう。ほら、彼女もこう言ってるじゃないですか。え？あれ？結局いいのね。というわけで正式に決定。男どもも残り2部屋の部屋割り決めとけ。ねえ美咲ちゃん、残り2部屋ってどこ？向かい側の部屋とその左側の部屋。ちなみにここは俺たちが使う部屋ね。というわけで解散。はい、男どもは荷物持ってさっさと散る。夕食の時間になったらお前らに声かけに行くからな。ちょっとお前に話したいことがあって。できれば場所変えて話したいんだけど。あ、先生って今風呂だよな。鍵って。わかった。じゃあここで。先生割と長風呂だし大丈夫だ。先生のことになんか興味持つなよ。面白くねえからだよ。気にしてるやつが他のやつのこと気にかけてたら嫌だろうが。してるよ。気にしちゃ悪いのかよ。別にあんなこと言いたかったわけじゃないんだ。
でもなんかいざ言おうとしたら焦りばっかり先に来て頭に血が上って、それで。嫌じゃないけど、なんで。安心はするけど落ち着きはしねえ。さっき以上にいろいろまずい。お前あんまり俺にかっこ悪い姿さらさせんなよ。好きな相手には普通かっこいいとこ見せたいだろ。まあ菅野、お前のことだよ。そういうことされたりなんか言われるたびに最近かなり来てる自分がいる。もしかして自分に好意を持ってもらえてるんじゃないかとか。うぬぼれってやつだよ。自分で言うのってなんかすげえ間抜けで嫌だけど、好きなんだ。どうしようもないくらい。俺と付き合ってほしい。返事すぐ欲しいんだ。先延ばしにしてお互いに気まずいままってのは良くないと思うから。わがまま言ってごめん。マジで。ああごめん、なんか断られると思ってたから頭ついていかなくて。笑うんじゃねえよ。分かってると思うけど、俺の告白受け入れるってことはもっと近づいたり触れたりキスしたりいろいろするってことだぞ。その覚悟もちゃんとしてんだろうな。何当たり前みたいに言ってんだよ。ずるいよ。俺だってそんなに節操なしじゃないっての。分かってるよ。キスする頃にはお前がすでに待ちわびてた、じれったかったって思ってるといいな。というわけで全員集合したな。あれ、ほんとだ。どうしたんだろう。ああ、あれちゃう。あの部屋の魔除けっぽい札に本気でいろいろ想像して怖なって逃げたとか。もう本当にそうだったらちいちゃんがあの魔除け札に曰くがあるなんて怪談話するからだよ。しかも寝る前に。いや、逃げられても困るんですけど。というか羽村くん、暗黒タッグに一番苦手な分野攻められたんだね、ご主従様。
うん、ハムロ君、大丈夫？平気だ。すぐ、なんだよ。お前、もう来てたのかよ。